今日はベントレーですね、コンチネンタル GT の第2世代に乗ってみたいと思います。まあ、スタイリングはご覧の通り旧型と、どうでしょうね、普通の人は見分けがつかないんじゃないですかね。パッと見て、いや並べたら全然というか、並べたら違いははっきり分かりますけれども、実はよくよく見てみると本当に面の張り方とか、そのエッジの出方とか、およびその質感なんていうのは相当上がってまして、見た目によく似ているけれども、その仕上がりはやっぱり新型だけのことはあると。でこれはもちろん中身にも言えることで、結局旧型のコンチネンタル GT 最後の方にスーパースポーツという、モデル、ベラボーに高い車ですけどもを出しました。であれっていうのはベントレーっていうのはね、今でこそその超高級車、ラグジュアリーカーのイメージが先行しますけれども、本当はベントレーってスポーツカーブランドなんですよね。でそのスポーツカーブランド、まあ、スポーツっていう言葉、まあ、これが実はプレミアムと相当に相性がいいわけでして、なんたらまあそれを使わない手はないと、ということで、まあ、ベントレーが久しぶりに、本腰を入れてスポーツに取り組んだ、それが旧型コンチ GT の最終モデル、スーパースポーツだったわけなんですが、まあ、その車の心意気というか、コンセプトをうまく使って、旧型に比べるとより自分の思い通りに走る感覚が強いです。かなりの巨体ですし、重量もそこそこあるんですが、まあ、それを感じさせないとは言いませんけれども、でも明らかに旧型よりは手足に馴染むというか、車とのつながり感が増したというか、まあこういう風にワインディングをドライブしてて非常に、楽しい車、まあ、前の車はねこういうワインディングを走っていると、まあ、快適で、そこそこ心地よく走る車だったんですけども、まあ、もっと積極的に、楽しいと思える車になったんじゃないかなと。まあそこがもう乗って分かる最大の違いですよね。その他は本当に快適コンフォートに、作られてますし、それはね乗り心地っていうものだけじゃなく、もう見た目とか、まああとはねベントレーに乗ってるんだっていうその精神的なものも非常に大きいんですけども、まあ、それがやっぱりブランドっていうもんですよね。曲がってる最中が気持ちいいベントレーってやっぱりこうスポーツブランドらしいよね。ねえ、速いとか安定してるっていうのは他にもあるし、もちろん曲がってる最中も気持ちいいっていうのも他にあるんですけど、なかなかこう全部、総合的に見て全て高いレベルでみたいな、なかなか難しいんでね、やっぱりこのその辺はベントレーとかアストンマーチンとかやっぱうまいですよね。はい、ということで、新型コンチネンタル GT でした。